はい、問4です。その時のイクコの身長はどのようなものだったか。身長を聞かれてますね。もう基本中の基本かもしれないけど、身長を答えろってから、本文の中から身長を探しましょう。まあ、身長というのはこの辺、強い驚き。ここにもありますね、驚き。身長はどのようなものだったか、驚きだよ。わかるね。字下手でいきます。ごめん。ちゃんとこっち見て、自分でやってください。であとはもうこの選択肢の中から驚き、笑わせるのを探せば答えになるでしょうが、もう、でもね、やっぱり見ないでもうちょっと解釈してから、こっち見るようにしましょう。絶対その方がね、確率がね、高い。時間も早いしね、正答率も高いし。で、驚きだけど、何に対しての驚きか、それもね、考えるべきだよね。ちょっと丁寧に書こう。で、驚き、何に対しての驚きか、このところ。なんかさ、自分たちが、写真の中の自分たちが、楽しそうだから驚いたね。わかるかな？そういうこと言ってね、それはわかるよね。写真の中の自分たちが楽しそうだった。最初はこれ俊介が楽しそうだ、意外に楽しそうなことが多かったっていうけど、自分も楽しそうだったこともね、いく子自身もつれて、やはり笑って、自分も笑ってた、楽しそうだったって、そういうことに驚いたね。なぜ驚いたのか。まあ、普通じゃん、写真の中の自分たちが楽しそうだったのは。それは息子を亡くしたので、自分たちは悲しみの中に生きてたと思ってきたから。自分たちは悲しみの中に、中でか、生きてきたと思ってたのに、写真の中の自分で楽しそうだったから驚いたのに。から久しぶりだね。中学校の時の教材でこれよく出てきたよね。そういうことね。これもう答えやけど、自分たちは息子を亡くして、自分たちは悲しみの中で生きてきたと思ったのに、楽しそうになってる、楽しそうにしてる写真、楽しそうにしてる写真がたくさんあったから驚いたです。多分ぴったりのものがあるでしょう。で、丸1からです。まあ、全体的にどうかな。で、これ消せたね、これね。そこはどこかの、そこにはどこかの幸せの風景が映ってるとしか思われなかったとありますが、この傍線部のところで、それは紛れもなく自分と夫であることを何度も確かめたというので違いますね。で、ということで消せます。で、何よりこれね、驚きになってないよね。思われなかっただったらね。ですからダメです。で、2番、これもこっちからか。まあ、思い知ったは、かろうじてだけど、かろうじて驚きと言えないこともないけど、まあ、前半のこちらの方、ことごとく違うよ。なくした悲しみが、歩くくるくま夫から、ここら辺も違うしね。距離を取りつつ自分は生きてきたと思っていた。これも違うしね。案外自分を同様に振る舞い、夫に同調した。これみんな、全然、こちら、文章から読み取れる内容でもありません。で、3番。これももうほとんど読み取れない内容ばかりですし、最後、受け入れがたく思われた。これも全然驚きになってません。で、4番、これが正解です。この最後の思いがけないものだった。これが驚きのこと。ぴったりですね。で、これもね、これも、まあ、この驚きだけで判断できるので、これも受験者の本文解釈を助けるための選択肢だと思います。さっきのこの説明とかね、ちょっと自力で、その場で、ここまで考えるのは難しいかもしれませんが、ここに書いてあることで、そういうことだったかって取れますね。まあ、読むだけで読んでるからね。息子の死にとらわれ、悲しみのうちに閉じこもるようにして、夫と生きてきたと思っていたが、自分も夫も知らず知らず幸福に向かって生きようとしていた。写真に写るそんな自分たちの映画は思いがけないものだった。まさにこれが答えです。まあ、この辺の植物が伸びるように人間は笑いを求める。この話も印象的です。で、5番です。5番見よう。5番、これで、ね、語尾が信じることができなかった。これ驚きと言えるので、ちょっとこの選択肢は細かく消していきましょう。その価値はあると思うんでね。まあ、この1番言ってることと同じだけどね、これね、ここのところね、共に深い悲しみに閉ざされた生活を送ってきたがあってないね。
送ってきたと思い込んでたけどそうでもなかった。それこそこれこそもうこの小説のこの小説の大きなテーマです。まあいい配置になってると思う。4番で確認してこっちのでそうではなかったんだよって確認するから解釈が進むね。でまあ向きになって消すとこでもないけど互いに傷つけ合った。これもねどちらかというとほら一個が一方的に行わない口を叩いてたからやっぱここでも違うなって分かる。でもこっちが大きいではなかったってことなんでね、それを確認できるこの5番も間違いの選択肢としていいところだったと思います。正解は丸4です。